はい、というわけで皆さんどうもご無沙汰しております、サヤンジでございますけれども、今日はここ鳥栖駅におります。これからね、長崎方面にね向かいたいというふうに思うんですが、ここ鳥栖からですね、カモメ23号をこれに乗っていこうと思います。こちらデラックスグリーンって知ってますか皆さんね。いや僕もね最近知ったんですけども、今年のダイヤ改正でデビューした東日本の観光特急サフィール踊り子号、これに新しい石州プレミアムグリーンという、まあ、そういう設備がね搭載されました。 JR 九州にもですねグリーン車の上を行く石州があると、それがね先ほども言った通りデラックスグリーン車なんですね。これから乗る 7%7 系カモメ号にはグリーン個室っていうのもね存在するんですが、まあ、それはでもね個室としてあくまでね席ではないんだからね、座席として一番上のね、まあ、言うなれば一番快適な座席というのは JR 九州ではデラックスグリーン車なんですね。このようにチケットにも D グと書いてありますけれども、これがねデラックスグリーン車という、まあ、そういうことです。で僕はね株主優待券を使って半額にして買ってるんですけど、まあ、JR 九州っていうのはあの特急料金グリーン料金安いということで有名ですけど、まあ、それでもねこのお値段、特急料金に加えてこんだけね2倍以上の金額が必要ということです。まあこれでも安いのかもしれないですけどね。なんでもこのデラックスグリーンっていうのはねその名前だけあって一編成に3席しかない。3席ってすごいですよね。だってプレミアムグリーンでもね20席ぐらいあんのにね3席って、いやこれすごいな、1回乗ってみたいなということでね今回利用することにしました。1時間ちょっとの乗車になりますが、いやこれ本当に楽しみです。甘辛い肉が入ってましてね、あーとても美味しかったです。でお持ち帰りがねなんかできるって書いてあるからね、お店の人に聞いたら、はいできますって発泡スチロールのね容器に入れて持ち帰ることができるそうです。容器代50円。まあ、サフィール踊り子はラーメン食べられましたけど、こっちのカモメ号はねうどんを車内で食べられるというね、いやいやもうこれサフィール踊り子みたいなもんですねこれね。やってきました、14時16分、カモメ23号の到着です。カモメ上品なデザイン、7両編成です。普通車、そしてグリーン車、デラックスグリーン、またグリーン個室も備えています。いやかっこいいわ、まさにね特急、ザ特急、そんな感じの風格。またこれ僕わけのわからんところに並んでおりましたね。まあ、とりあえずここから入っていきましょう。ドアを閉めて出発。これから列車は長崎本線を西に進み、新鳥栖、佐賀、肥前山口、肥前鹿島、諫早、浦上と止まりまして、終点の長崎まで約1時間40分、僕は途中の諫早駅で降車することになります。早速車内入りまして、だいぶねこれ後ろの方から入っちゃったんですね。デラックスグリーン車は一番先頭の車両、こちらはおそらく自由席だったと思いますが、このように 7%7 系特徴としまして、座席のタイプが多いんですね。これすごく種類多いんですよ。こちらは一体はコンパートメント席ですね。誰も乗っててなかったのがねちょっと残念ですが、様々な客層にも対応しております。こちらは指定席かな、これもなかなか大きめのモケットで座り心地は良さそうでした。そして見えてきたのが先頭の車両ですね、グリーン車。こちらにはかの有名なグリーン個室、いや広いですけど、これを脇目に見ながらガラス張りのドア、これを開きまして、まずはグリーン車ですね。これでももう十分ですけど、3席2対1の重厚感のあるシート、その奥に行くとこちらです。この空間、これがデラックスグリーン車です。このモケットの柄非常に上品ですけれども、これは国鉄の名車黒1号1型パーラーカー、これをモチーフにしたと言われておりまして、グリーン車と比べてみてももう一目瞭然ですね。いやちょっとね開いた口が塞がらないというのは本当にこういうことでですね、足元にもとんでもないスペースがありまして、まさした2メートルある僕でも余裕。後ろの方にもこれかなり広いんですけど、これね昔このスペースねトップキャビンという6人用の個室が設定されてたんですね。そこを打ち壊して3席取り付けたということで、1席あたりの占有面積というこれとんでもないことになっております。各席にはコックピットが設けられておりまして、ボタンですね、これも直感的な操作で読書と、それからリクライニング、レクレスト、これを押した時にうーんとこう動きまして、電動リクライニングですね、倒れるということになっております。これがちょっとねすごくてですね、ゆっくりとこうじわじわ動いていくことにはなるんですが、レックレストなんだこれ、壊れてるのかってそれぐらいに倒れまして、もうほぼもうなんていうかなフラットな状態、リクライニングの方もゆっくりと倒していきまして、こちらリクライニングの最大角度ですけど144度になるそうですいやもうこれねフルフラットって言っちゃっていいんじゃないかって、まあそういうぐらいなんですけど、これは JR の在来線ではもうナンバーワンですね。今東武鉄道で走っている SL 体重、これにね昔のドリームカーがついているんですが、こちらの角度が145度とのことで、もうはっきり言って寝台って言っちゃってもいいんじゃないかってね、本当にそれぐらい倒れます。テーブルとそしてコンセントも各席2つずつついております。
まあ、ビジネスにはもう十分なんですが、ただこの座席で仕事をするっていうのはね、なんだか残念な気もします。横から見るとこんな感じですね。これ最大限倒している状態なんですが、どうですか、もう目線がね天井に行っちゃうんですね。そういうぐらいに倒れておりまして、やっぱりこう動画で見るとね少し伝わりづらいかもしれないですが、昔は車内サービスとしてドリンクサービス、食べ物のサービスとかもあったらしいです。かなりバリエーションも多かったらしいですが、残念ながら、そういうサービスはなくなってしまいましたが、ただねやっぱりこのリクライニング、この座席自体は変わっておりませんからね、時代を超えてもこの座席の快適性っていうのはね永遠に受け継がれると、そういうことです。列車は長崎本線を疾走、ここら辺直線区間が続きまして、時速100キロ以上で走ってたと、僕の体感ではねそんな感じでしたけど、疾走感のあふれる車内でこのような快適なシート、リクライニングを倒しては戻して倒しては戻すというね、この信じられない深さのシートを楽しんでおりました。こちらデラックスグリーン車は車端部に設けられておりまして、運転手さんもここら辺からね見れる感じになっております。速度計も今日は調子がよく120キロですね。いやもう爆速で、とても爽快です。こちらがね倒した時に見える目線ですね。これ忠実に撮ったものなんですが、どうですか、天井しか見えないでしょ。これ上には荷物棚があってね、これ飛行機とかで使われている広くパカッと開くタイプの荷物なんですけど、あの角度になるってマジで廃車ぐらいしかないですからね。僕廃車あんまり行ったことないんですけど、でも多分廃車ぐらいでしょう、あの角度で天井を見るっていうのはね。そう言ってる間に肥前山口駅に到着。ここから佐世保線、長崎本線に分かれていきますが、この列車はそのまま長崎本線に進んでいきます。鳥栖駅で乗車してから30分ほど経ちまして、デラックスグリーンにもねだいぶ慣れてきて、いやもうこの快適性っていうのがない、ここからやっぱり本領を発揮するわけですね。時間が経てば経つほどそれっていうのはねより差が際立ってくるという感じ。隣の方もスリッパを持参されておりまして、いやこれはね間違いなくね足を脱いで、くつろぐっていうのがベストだと思います。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく諫早に着きます。鳥栖駅で乗車してから1時間と15分、もうあっという間にですね、諫早駅に到着、ここで降りることになってしまうんですが、まあ、よく言えばね、長崎まで乗っていったかったですけど、ちょっと料金の都合上ね、はい、やっぱり賢くね、利用するということをお勧めします。100キロ以上になるとね、料金が跳ね上がってしまいますんで、ここで、泣く泣く降りるということになりました。はい、というわけで諫早駅到着。いや降りたくね、あと2駅で長崎、いや乗ってたかったんですけどね、あの料金の都合上ね、距離的にちょっとあの料金跳ね上がっちゃうんで、ちょっとね僕はそんなねお金ないですから、ここで降りることにしました。泣く泣くね、とんでもないね、あのネットカフェ行ったことないんですけど、ネットカフェに似てますねごめんなさい、説得力ないかもしれないけど、あの多分ネットカフェに似てると思います。あのね想像の5倍は倒れましたね。だって天井見えましたもんね。もうデラックスグリーンとこの表記 7%7K、 和を感じさせるこのデザイン、いやいいですね。こうなんていうかきらびやかっていうよりはね落ち着いて、本当にね昔からのこう特急、特別急行らしい風格が出ています。いやバリエーション豊かな座席がありましたけど、とても快適でしたね。いやもう実質寝台車両みたいなもんでしたけどね、あれは。うん、C 寝台と言っても過言ではないんじゃないでしょうか、デラックスグリーン車。はい、というわけでね、 7%7K JR 九州が誇る最上位の座席ですね。1時間ちょっと乗りましたけどね、あの予想をはるかに超えてきました。久しぶりになんかね、いやもう本当に心の底から降りたくないなって思う車両でした。それはねサービスがとかじゃなくて、シンプルに座席の乗り心地がね、あの上級しています。はっきり言って僕のねこれ個人の感想ですけど、グランクラスよりね快適でしたね。リクライニングが圧倒的に倒れるっていうのが、これがやっぱ強みだなと思いました。それから3席しかないですから、もうほぼ個室みたいな状態、後ろもね気にしないで倒せますから、だからシェードとか関係なくね。まあね、こんな贅沢な車両にはね、日常的というか、まあ九州に来ることがそんなにあの日常ではないんですけども、また、次に乗るということはねあまりないかもしれませんけど、とてもいい経験になりました。いやすごい、だってねもう快適でね、先生めちゃもうぐっすり寝起きという感じなんですけどね、レム睡眠入りましたよ。ということで、JR 九州版グランクラス、またプレミアムグリーン車、いやそれ以上かもしれません。デラックスグリーンという名のね、快適な移動確約チケット、ぜひね乗られてみてはいかがでしょうか。ということで、この動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。